高尾山芋王院大日渡り祭文樹院の日渡り、スリランカで行われている、日渡りの様子ブルガリアの伝統儀式、ネステナルストボメディアを再生する、高尾山芋王院の大日渡り祭り日渡りとは、火をつけて燃やした芯炭の上を裸足で歩くことである。適切に取り行われる限り、火傷を負う危険はない。日本の仏教寺院である、高尾山芋王院の日渡り祭りでは、 主権者だけでなく一般人も日渡りに参加できる。忍耐力などの得意な精神力は必要とされないが、十分な知識のないままに行うと危険が伴う。また、暑かったとしても走ると足と墨との接触面積が、増え逆に火傷するので危険である。儀式としての日渡りは、以下のような時に実施される、日渡りの運営者の中には、火傷しないためには、 瞑想や恒例などの超自然的な準備が必要で、あると説くものもある。17世紀後半、イエズス会のシンプルジューヌは、北米インディアンたちが治癒の儀式として、日渡りを行っているのを目撃したと上司に当てた手紙の中で記している。神父が目撃した病気の女性は、火傷を負うどころか、暑さを感じてすらいないかのように火の中を歩いて行ったという。 30年ほど後、神父、マルケッタが、オタワのインディアンが、同じように日渡りを行うことを報告している。また、ジョナサン・カーバーは、1802年の北米旅行期の中で、選手たちが裸足で火の中に入っていき、見たところ無傷であったことを、最も行転した光景の一つとして書き記している。温度の違う二つの物体が接触すると、より温度の高い物体は冷え、 より温度の低い物体は温まる。接触が立たれるか、一定の温度に達するかすると、温度の変化は止まる。この時の温度と、そこに達するまでの時間は、二つの物体の熱、力学的性質によって決まる。中でも重要なのは、温度、質量、比熱容量、熱伝導率である。質量と、比熱容量の積は、熱容量と呼ばれ、 その物体の温度を一度上げるのに必要な熱エネルギーの量を表す。より温度の高い物体からより温度の低い物体に熱が移動するため、最終的な温度はより熱容量の大きい方の物体の温度に近くなる。ここで問題となる物体は人間の足と熱せられた炭である。次に上げる要因が、 相乗的に効果を上げ、足に火傷ができるのを防いでいる、日渡りが正しく行われなかった場合は、危険が伴う。ありがとうございます。